レジェンズ、レジェンズ、レジェンズ、岩崎ひろみ幸せのかけら。お元気ですか？岩崎ひろみです。毎月1回のお付き合い、レジェンズ岩崎ひろみ幸せのかけら。これからの55分間は素敵な音楽と私の楽しいおしゃべりでお楽しみいただきます。12月といえば、まあクリスマス、そして年末にかけての大掃除ですよね。掃除好きの私はね、別に年末に関わらず時間があるとしょっちゅう掃除しているので、だいたいガス台の上の換気扇のところの下、あそこがね、やっぱりうちももう20年ぐらい経ってたので、あそこ掃除するのが一番いつも大変なんですよ。油いっぱいあるし。で、最近よく YouTube で見てると、いかに汚れないようにするかっていう工夫をしてる方の結構見ることになったら、本当にまめにいろんなシートも取り替えるようになって汚れなくなったんですね。だからまとめてやるのはやっぱり良くないから、普段からねやっぱり心得なきゃいけないって、最近つくづく思います。皆さんそうしてください、さて今回はゲストをお迎えしております。シンガーソングライターの酒井長生さんです。まあ私から見る長生さんっていつもね照れてる、照れてるんですよでもね、音楽の話するとちゃんと、なんて言うんですよね、やっぱりポリシー持ってらっしゃるので、ああやっぱこの人ミュージシャンなんだなって、シンガーソングライターなんだなと思います。曲も書いていただいたことありますし、まあ彼は札幌に住んでいるので、今日はねリモートでお届けするんですけども、ぜひ楽しみになさってください。それではレジェンズ岩崎ひろみ幸せのかけら、どうぞ最後までお付き合いください。レジェンズ、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 レジェンズ岩崎ひろみ幸せのかけら。まずは一曲お聴きください。野口五郎、岩崎宏美でデュエットしたデビュー曲、好きだなんて言えなかった。ねえ隠してたことがある、誰も知らないあなたへの気持ち、なぜあの頃の僕たちは自分に嘘をついていたんだろう。選べずにいた道、運命だと言って選んできた道だけ人生だというの。寂しさに気づけていたら何が変わったの。もう思い出に戻れない、時は答えを教え
くれない。追いかけてきた夢、輝いても見えた、溢れてくる愛さえ幻だと決めて、お届けいたしましたのは野口五郎、岩崎宏美で好きだなんて言えなかったでした。レジェンズ岩崎宏美幸せのかけら、改めまして岩崎宏美です。まあ最近はその五郎さんとのコンサート、この東名阪3カ所、なんとか無事にね終えることができましたので、とにかく五郎さん昔から知ってますけど、お互いにその年を重ねて、若い頃には全然相談しなかったようなことでも、同じ歌い手として相談し合う相手がいて、なんか今本当に人生の後半、野口五郎に助けられてるなって、そんな気がしております。ここでお知らせです。愛は絹城プレゼンツ岩崎宏美コンサートツアー太陽が笑ってる、これが12月の26日、まあ、もうすぐですね、12月の26日日曜日、山口シンフォニア岩国コンサートホール、これがこの太陽が笑ってるツアーの一応歌い納めということになりますね。そして年が明けて1月の22日土曜日、群馬太田市民会館ホール、そして12月の28日これは今年ですね、火曜日、これは私の歌い納めです、福岡県電気ビル未来ホール、これは国分ひろこスペシャルユニット with 岩崎ひろみというタイトルで、ポップスクラシックジャズ&ビヨンドこんなタイトルがついておりますけれども、ぜひ皆様お出かけいただきたいと思います。そして年明けの2月の13日富士市文化会館ロゼシアター大ホール、これは私の妹岩崎よしみも一緒に回ります、岩崎ひろみコンサート2022、特別ゲスト岩崎よしみ、そして2月の6日岩崎ひろみ京都フィルハーモニー室内合奏団とのコラボのコンサートです。岐阜にありますサラマンカホール、指揮が井村くん、井村正樹さん、もうレミゼラブルでご一緒しました井村くん、今日フィルと一緒のお仕事なんですけれども、年明けてまたこうやってオーケストラとすぐ歌えるっていうのも幸せですよね。年明けから本当になんかワクワクするような話ばかりです。頑張りたいと思います。ぜひ皆さんお時間合わせてお出かけください。その他詳しい情報は私岩崎宏美のオフィシャルホームページをご覧ください。それではここで一曲お聴きいただきましょう。今日のゲストの長生さんに作っていただいた歌です。五線紙の上、岩崎宏美。この声は母からの贈り物、夢の扉を開けて初めて人前で歌ったあの日、涙流したあの時がこの人生の始まりで、初めて歌った秋の日はバラードという旅立ち、初めて歌ったララバイは今も大事な私の愛、歌は人の心に寄り添える優しさだと気づいた日、見上げた悲しみを
しみも人生の贈り物と今ならば岩崎宏美で五線紙の上聞いていただきました。レジェンズ岩崎宏美幸せのかけら、岩崎宏美が気になるアーティストを毎回ご紹介していく今週のスポットライトのコーナーです。ベテランの方から若手まで、私の交友録の中から素敵なアーティストの方々を、私から見たその方の魅力をご紹介します。さて今週のスポットライト、ゲストはシンガーソングライターの坂井長生さんです。長生さん、今日は札幌とリモートでつながっているということなんですけれども、ひろみさんお久しぶりです。お久しぶりです。それからラジオのお聞きの皆さんにはほとんど初めましての人がね、たくさんいらっしゃると思うんですけれど、はい、札幌の坂井長生と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは坂井長生さんのプロフィールをご紹介しましょう。札幌でのライブ活動を経て、1981年10月21日ビクターよりシングル行くたびも恋、アルバムスノーフレイクでデビュー。私ビクターのスタジオでお会いしてるのはこの頃ですか？そうですそうです僕がデビュー直前です。ああなるほどね、なんとなく覚えてるんですよ。続いてシングル続いてシングル秋風の恋思い出行き、アルバムフライト73を発表する。その後プロダクション解散。プロダクション解散しちゃったんですか？そうなんですよ。その後体も悪くしましてね。東京で？うん、喘息。それもタチの悪い喘息になっちゃって、あららら、もうカラオケすら歌えなくなっちゃったんですよ。まあ、歌い手としてはちょっと致命的ですよね。あ、これはどうすりゃいいんだろうって、少なくとももう無理だなこれっていう感じで、うんうん、で消えてったんですね。まあ大した花から大した表に出もしなかったんですけど、まあ一時期音楽から遠ざかるも、同期の美濃屋正彦さんの協力により、はい、1995年にインディーズとして音楽活動を再開する。積極的にライブ活動を重ね、2010年にアルバムアンダートーンを発表。そして2015年にライブアルバムスクラッチマークを発表。2018年には元よりファンであった岩崎宏美さんにここに書いてあるから読んでるんですけど、私は長生さんにね作っていただいた五線紙の上、もう素晴らしい歌を書いていただきました。その説はありがとうございました。いやいや、こちらこそ本当に嬉しかったですよ。歌ってもらえるっていう、はい、アレンジの上杉くんのアレンジもすごい気に入っていただいて、ね、上杉さんにお礼言いましたもんね素晴らしきアレンジありがとうございますねえ、まあ本当にあの当時、コンサート見に来ていただいて、長生さん客席にいるの分かってたんですけど、何曲目に私が五線紙の上を歌うかっていうのは、そうそう、長生さんに言ってなかったんですよ。でも大鳥だったんですよね。
そう、あの時はね、嫁連れて見に行ったんですよね。うん、一部割った時に歌ってないから、あれ、まあ一部だしな、と思いながら、そして二部終わっちゃったんですよ。で、嫁さんと、おいおい、どうなってんだ、これ、って。マドンナたちのラベンも終わっちゃったし、本当に歌うのかよっていう。そしたら、アンコールのね、最後の最後に歌っていただいて、もう、涙もんでしたね。本当に。本当に嬉しかった。本当に。私の歴史も感じていただける歌となってね、仕上がっているので、うん、やっぱり、あそこしかなかったのかなと思ったんですけれどもね。いやいや、そんな、扱いしていただいて、もう本当に感謝だったですね。ありがとうございます。そして2021年10月の21日に40周年アルバム In or Out の制作発表と同時に、キューブガーデンでのライブを行いました。そして今この間も東京でも終えて、はい、全国で、はい、ライブやらせていただいて、はい、今ライブ頑張ってらっしゃるんですけど、私とにかく送っていただいたこの In or Out を聞いたときに、はい、もう痺れちゃってね、はい、いやーやっぱり本当にこうやって返り咲いちゃう素敵と思ったんですよ。かなり頑張って作りましたね。うん、うん、相当頑張りました。一番最初にプロデュースやってくれた友達の男と、うん、やるかって決めたのは2月だったですね。あ、今年の2月。はい、それからデモテープ、ギター一本のデモテープ撮りから始めて、うん、60数曲撮りましたかね。その後は2人で、あだこうだ話しながら、そして、まあ、アルバムだから流れとかね、うんうん、曲調とか、うん、そういうのを考えて、今回の12曲にしたんですよね。うん。で、アルバム作るのもちょっと5、6年ぶりだったんで、うん、なんて言うんでしょう、ベストアルバムみたいな気持ちで作りましたね。あ、ね、曲の数もあったし、うん、うん、だから、気合も入って、作りましたよ。いや、その気合をとても感じましたし、またそのリズム楽器が今回は入っていて、はいはい、今まではそのギター一本で歌っているサウンドが多かっただけに、はい、東京でもライブ私伺ってますけれども、はい、すごい新鮮だったんですよ。だから一曲目からやられましたから、本当に一曲目は本当にイントロのエレキとコーラスの女の子の勝ちですね。いやそんなこと。本当に。あなたの作品とあなたの歌ですよ。まあもちろん、そこはまあ置いといて。うん、じゃあその歌をまず、皆さんにお届けいたしましょうか、はい。ありがとうございます。その10月の21日40周年アルバム、In or Out の中より、じゃあ曲紹介お願いいたします。はい。1曲目に入ってます。スリップスライダーという歌です。その真ん中にたくさんの普通の人、僕の家はその辺で暮らしてるんだろうと思い込んでいたんだ幼い頃は。でも七つの夕暮れ時夏休みにトンボを取りながらふと気がついた。もしかして僕の家はもっとずっと下じゃないの。生まれて初めて感じたカルチャーショック。ねえどうしてうちにはお金が足りないの。しつこくしつこく姉さんを困らせた。よそはよそうちはうちでしょ。うちには笑顔があるでしょ。その笑顔を信じて胸を張りやすい。僕は今でもこうして顔で暮らし
生は一度や二度はつまずいてしまうけど、こんなにも僕をいじめる世の中ってなんだろうと思いながら、千歳線の踏切の前、泣いてる子供の頭を叩きながら叱っているお母さんを見かけたんだ。太めがあっちゃって、あ、やばいと気まずくて、一度はそらした目をまた振り返ったら、いけないこれいけないこれと叱りながら、今度は優しく頭を撫でている。その時わかったんだ、何かが腑に落ちたんだ。ああこれが世の中ってもんじゃないかな。辛いな Yes I sleep 辛いな、あの時と同じ、僕は変わらないよ。無理してはみ出すことはない、無理して収まることもない、僕はここ、この場所でただ頑張ってる。お届けいたしましたのは坂井長生さんでスリップスライダーでした。いや僕歌は長くなる傾向があって、うん、今回のアルバムもみんな6分とかあるんですよ。そうか、だから、うん、だから12曲なんですけど、もうこれ以上 CD に入りませんって書いてだいたいあれですか、曲を書くときっていうのはギター片手に曲を書かれる、はい、昔はそうでしたね、え今は、今はもう鼻歌、鼻歌です。鼻歌を自分で譜面に起こすの、それともそのままなんかテープ、僕譜面大したことないので、うん、昔はレコーダーとか持って歩いてましたけど、うんうん、今スマホがあるんで、うんうん、そこに入れてあははって入れて、うん、ただそれは1曲じゃないですね、ワンフレーズですよね。あ、そうなんだ。その中に入ってるのは、うんうん、その中でもやっぱりいいメロディーとか、うん、気に入ったメロディーとかあるんで、うん、これを、まあ、A メロにするかサビにするか、うん、そのメロディー生かすために周りくっつけて、その時に初めてギターも打ちますね。なるほど。私の書いてくださった五線紙の上はあれは視線だったんですか、はい、曲線だったんですか。あのところどころ視線です。あで僕はほらキャリア40年の岩崎宏美ファンじゃないですか、プロのだから40年のファンでしか書けない歌を作ったろうという気合はすごくあったんですよ。はい、それでプレゼントっていうことだったので、ひろみさんが今までで一番もらった大きなプレゼントって何かなって考えた時に、声でしょと。それであの歌の導入部分の母からもらったっていうね、あの一行に「よ」が出た時に、あこの路線で行こうと。なるほどね。で作りました。はい、ありがとうございます。でうまいことを言ったのが、まあ、一番が過去、うん、2番が現在、それからブリッジアートが割と明日に向かってっていうふうに書き分けられたので、これうまくいったかなと思いました。うん、私がどこ あのコンサート行った時長生さん来てくださったんでしたっけ。あれね、しべつです。しべつ、北海道名寄のちょっと上の方の。私がしべつでコンサートやった時にあのお客さんとして来てくださって、その時の握手会の時に CD を渡してくださって握手したんですよ。でその時のお手紙を見て、私はお家に帰ってその曲を聴いた時に面白いと思って、それでメールでやり取りするようになったんですよね。うん、そうですそうです。僕最初だからただのファンでしたから。ペンパルだもんね。ペンパル、ペンパルって言ったらダメ、メルトモメルトモそうなんですよね。でもそういう再会ですもんね。あれね、久しぶりにお顔を見た時に変わってないなと思いましたよ。あ本当ですか。ええ、ありがとうございます。そう、あの当然ファンですから呼び捨てですけど岩崎宏美だと思ってこれで手渡ししたので、うん、もしかしたらどっかで聞いてくれてるかもしれないなっていうだけで大満足して高速買っ飛んできましたね。そしたらあの展開だったので、そうびっくりしちゃって、それで友達になったんだもんねいやでも本当に今回のこのインオアウトはとにかく一人でも多くの方に聞いていただきたいので、いやもうそれがもう今の僕の仕事です、ね、メンバーとかスタッフとかみんなすごい頑張ってくれたんで。本当ですよ。だからこれを一人でも多くの人に届けるのが、これからの僕の仕事です。うん、では、そのアルバムからもう一曲お届けしたいと思いますけれども。はい。
シルク&デニム。狭い路地裏潜って行く、リズムあふれるあダンスフロアはまるで異次元世界、およそ場違いな俺だからケツの座りも落ち着かない、赤や緑のアストロボライト、コマ送りみたいだな、一人こうしてあ踊りもせずにフロアを眺めてる、踊り叫ぶ幻想の中、一人ひときわ目を引く人、シルクのブラウス、気持ち派手めのメイク、汗を光らせて髪や一筋、額に張り付く光るジュエリー、何もないけど今夜君がナンバーワン、レジェンズ、レジェンズ、レジェンズ。レジェンズ。岩崎宏美、幸せのかけら。レジェンズ岩崎宏美、幸せのかけら。今日はゲストにシンガーソングライターの酒井長生さんをお迎えしてお送りしております。今日はね、リモートでお話しさせていただいているんですけれども、はい、この40周年っていうのはそのビクターからでしょう。そうですそうです、まあ、途中だからさっき言ったようにちょっとお休みはしてるけど、お休みしてたんですけど、うん、僕にとってはその、まあ、40年経ったんだなと思ってたんですよ、うん、そしたらあの同期の北海道で有名な男なんですけど、うん、峰正彦っていうのがいまして、そいつが40周年、はい、40周年で騒いでるんでじゃあ俺もそうなんだなと思ってる時にさっき言ったプロデューサーとの出会いのタイミングもあって、ええ、じゃあもう作って、うん、がっつりライブもそれなりのライブもして、うん、頑張ろうぜって話になったんですよ。なるほど。今回レコーディングっていうのはどのぐらいスタジオでみんなと一緒に？スタジオ入ったのはね、うん、4日間くらいですね。4日間ぐらい、うん、はい、リズム通りが、うん、朝の10時から夜中を超えて1時ぐらいまで2日間 2days、びっしりやりました。あ、これ2日間で撮ったの？そう。それで、その間にちゃんとボーカルも入れてるんですよ。すごっ。じゃあ、ほぼなんかこう、登録みたいに？あのね、うん、今もレコーディングって、その、例えばデモ作って、うん、いろんな楽器差し替え差し替えっていうのが主流の作り方じゃないですか。うんうん、それ、実際僕もそれやってたんですけど、うん、今回、それやりたくなかったんですよ。うんうん、メンバー全員で、せーの顔見ながら撮るぞ。わかりますわかります、うん、そのためにちゃんとリハも、ああなるほどね、うん、それをしたかったんです、うん、それでまあこうなんて言うんでしょう、大人になってくるとレコーディングしてても曲作ってても、うん、削っていくじゃないですか。削ってく、大人になると若い時は、うん、例えばギター1本で歌作るでしょ、うん、そしたらピアノ足して、うん、ベース足してコーラス足して
で足し算で CD 作ってくじゃないですか。それ昔でしょ。うん、うん、若い時で今はそうなんだ。大人になって40、50になってくると、あ、これいらないなとか、うん、この歌イントロいらなくねとか、うん、削っていく作業に入っていく人やっぱ多いと思うんです、うんうん、空間隙間をむしろ作っていくっていうか、うん、でも今回ねすっごい若いふりして、うん、全部入れるぞっていう感じで、うん、突撃リズムは同時に撮ってるっていうことですよね、うん、突撃体制でかぶせかぶせで、うん、へー、相当分厚いオッケーで、うん、でみんなメンバーにも思う存分やらせました、うん、メンバー何人だったんですか今回は。リズムがね僕入れて6人。リズムで6人。ああ、じゃあギター2人僕のギターも入ってますから。ああ、なるほど。ベースドラムパーカッションピアノギターっていうんで、うんうん、主にその6人。あと弦入れて、うん、コーラス入れて。お金使いましたね。っていう感じですね。もう、売らなきゃやばいんです。生活がやばいんです。本当にね。今本当に、何をするにもすごく大変だけれども、だってスタジオ代もそうだしさ、大変だったと思いますけど。でも、このコロナの厳しい状況だったじゃないですか。うん、ライブも不自由だし、うん、音楽やっていくっていうのがまず不自由だったじゃないですか。うん、その時にもこの一心不乱にそこに向かえたっていうのは幸せでした、ね、いや幸せですよ、うん、だからこんなにいいアルバムできたんじゃないの。みんなそう思ったんじゃないですか、うん、一緒に弾いてるギターピアノもやるぞって、うん、なるほど。だからまあいい方に転化したっていうか ね、うん、よかったと思います。まあこれからのライブも楽しみですし、まずは本当にこのアルバムを一人でも多くの方に聴、いていただきたいと思っております、はい、インオアアウト。これって、どうやって買うんですか、うん、このアルバム。このアルバムね、基本手売りなんですよ。インディーズなもんですから。うん。だけど、ネットで販売は、札幌の音楽どころって CD ショップがあるんですよ。うんうん、でも、例えば、酒井調整で検索して CD を買うことはできるんですか、うん、僕のホームページにたどり着くんで、うん、そしたらそこに CD、ネットで買えるところに1箇所。うん、ぜひ。リンク貼ってあるんで。そこまでね、そこまで皆さんに検索していただいて、はい、お願いします。買っていただきたいと思います。はい。それではそのアルバムからもう一曲お願いいたします。今度はじゃあ、面影っていうラブソングを。あの頃を選
ママが服を着て生きてるような人さ風の噂も今聞かないけれどどこで生きていてもどこで暮らしててもそうあの人のことさ変わりゃしないさ付きまとう男たち肩で交わした後は坂井調整さんで面影を聞いていただきました。坂井調整さんからのお知らせはアルバム In or Out が発売されているということで、これは坂井調整さんのオフィシャルホームページ、はい、ここを検索していただいてぜひ CD を手に入れてください。そしてブログ、あと Facebook もされてますよね。 Facebook もされてますって自分で言うのしてますしてますね。あとなんか詳しい情報はぜひその調整さんのオフィシャルホームページをご覧いただきたいと思います。名前入れてくれるとなんかなんか引っかかってきますんで、はい、そっから探してください。すいません、本当にご迷惑おかけします。お手数かけます。なんかライブは12月は終わりですね、もうね、うん、年明けに札幌が一発まず決まってて、ええ、で2月に関西方面行こうと思ってます。大阪方面、はい、で3月にまた東京お邪魔しますんで。わかりました、はい、それではその時にお目にかかれるのかな、ね、その前に僕が何とかお目にかかりに伺います。でも私もね1月2月ってそんなに動いてないんだよね。あ、そうですか。うん、そうなの、うん、とにかく今月何とか乗り切れば休めるかなっていうところなので。あ、すっごい忙しそうですよね、なんか今ね本当にね。私の場合は去年やるはずのものが振り替えで今来てるので、はい、できるようになったっていうことなんでしょうけどね。それはそれで喜んだ方がいいんでしょうけど、ね、でも体気をつけてください。体がね、はい、ね、本当にヒール2センチ上げてる場合じゃないです。それでは何かあの皆さんにメッセージありましたらぜひ。どっかで探さないと出てこない人間なんですけど、そこで探して出会ったら、うん、そういう出会いはとても大事にする男なので、ぜひ坂井調整の名前だけちょっと、はい、頭の片隅に覚えておいてくれたらありがたいなと思います。この坂井という字は、はい、土辺国境の境、境目という、あ、境目ね、それに長く生きるですよね。はい、オフィシャルホームページご覧になってこのイン・オア・アウトを手にしていただきたいと思いますけれども、じゃあ最後の曲は何ていう曲を。その場所までという、うん、とても長い歌なので、ええ、長いにも程がある、7分くらいありますからね。でもワンコーラスでも伝わる歌なのでぜひ聴いてください。かっこいいですか。かっこいい。今日のゲストはシンガーソングライターの坂井調整さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ものからなくしてくのはなぜ失くしてしまってから気づくのはなぜ眠れぬ夜そう気づくのはなぜ痛みと悩みがよく似てるのはなぜ明日と希望が隣にあるのはなぜ手が届かないのはなぜ今週のレジェンズ岩崎宏美幸せのかけらいかがでしたか。早いものでもエンディングです。
今日はね、リモートで酒井長生さんとお話しすることができました。なんかすごい元気そうなお顔してましたし、とにかく私たちそんなに若くないから元気にね年を越したいと思いますけれどもね。まあ2021年、この2年間はまあコロナにずっと付きまとわれて、まあここまで来ているわけですけれども、去年できなかったステージも今年振り返りで、まあやっと3回4回目にして歌えたコンサートもありましたし、まあいろいろありましたけど、なんとか無事にここまで来ることができました。まあ来年もね、とにかくみんなで笑顔で過ごせるようにまた頑張りたいと思います。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。今週のスポットライトの感想や呼んでほしいゲストのリクエスト、その他番組の感想、岩崎宏美への質問やリクエストなど、たくさんのメールを送ってください。メールは番組ホームページ jfn.jp/伝説、 jfn.jp/densetsu のメールボックスからお送りください。必ず送り先で岩崎宏美幸せのかけらを選んでください。またスマートフォンやタブレット用の番組サイトからも送ることができます。オーディというアプリをダウンロードしてご利用ください。レジェンズ岩崎宏美幸せのかけら、お相手は岩崎宏美でした。それではこの辺でまた来年1月にお会いしましょう。良いお年を。バイバイ。あなたが決める、元気を出して。